いらっしゃいませ。そうだ、最後のグループステージ第3節コロンビア対日本、これは勝って1位で通過すれば非常に日本代表にとって有利な試合が決勝トーナメント繰り広げられるんだと思います。初見ということで3311番さん、3313番さん、3315番さん、あ、光さんですね、ありがとうございます。初見、岡崎の過小評価に、泣きそうになるウイレということで、3316番さんいらっしゃいませ。そうですね、イギリスのメディアではですね、ワールドカップで活躍する驚きの選手というね、選手の中に岡崎選手が選ばれたということを私監督ね、キャッチしております。情報のね、あれいつ始まったんだということで、3318番さんいらっしゃいませ。今日はですね、11時からスタートだったんですが、監督遅刻してしまい、11時20分頃から、こちらの枠スタートしております。 iPhone から和骨ですということで、ウィーさんいらっしゃいませ。では行きましょう、続けて試合の方続けていきましょう。そうですね、勝って首位通過の方いたしましょう。決勝トーナメント向けて、まずはこの試合、まあ、練習試合ではなく1位通過か2位通過か、そちらをね争う試合となっております。ということで初見ということで、ヘアレスさんいらっしゃいませ、ありがとうございます。後手反応を残してるね、バチアの方のアナウンサーみたいな声だねということで、ありがとうございます。さて行きましょう、コロンビアさん、どうやらエースのエースいるんでしょうかね。まさかの清武が出てきましたね。いや、まさかですよ。今日の見どころ選手はですね、あ、そうですね、ありえますね。まあでもオリンピック世代ではエース清武でしたからね、感染しに来たぞということで、3342番さんもいらっしゃいます。グアニは出てるんでしょうかね、楽しみです。見えません、わかりませんけどね、皆さんの中にもしかしたら同意見の方もいらっしゃるかもしれませんよ。今日はいっぱい人が来てるみたいなんだね。さて皆さん、ここからが本当の戦いです。初見ですということで、3347番さんもいらっしゃいます。日本対コロンビア、ブルクスタディオンでワールドカップ決勝トーナメントに向けてグループステージ最終戦コロンビア戦、こちらグループリーグ突破決めております2チームの試合でございます。どうなるんでしょうか、むむむ。さて日本代表のスターティングメンバー、コロンビアのスターティングメンバーの方に注目してまいりましょう。そうですね、この試合は1位通過か2位通過なんでね、ファルカオがすごいんでしょうということなんですが、残念ながらファルカオは試合の方に出れません。日本目玉引きみたいということで、なんてことを言うんだ、3353番さんもいらっしゃいません。そうなんですよ、ファルカオ出ないんですよね。第3節日本対コロンビア、ブルクスタディオンよりお届けしてまいります。言いましょう、ファルカオは怪我で出ません、間に合いませんでした。ジョン扉でお届けしてまいります。師匠スタメンなんでしょうか。こんにちは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さて日本国国どうやら聞きいただきます。師匠はいません。師匠がいるなら本田の隣にいるはずだ。柳沢どこ、春川は見たかった、柳沢はいません。しかも柳沢のグラフィック相当似ておりません。いいですね、長谷部結局間に合うんでしょうか。フランクフルトへの移籍がどうやら決まったそうですけどね、間に合うのか、そこが結構ね、注目している部分でもあります。皆さんは誰が好きなんですか。日本代表のスターティングメンバーはこのようになっております。岡崎ではなく清武、それが現実と違うところですね。こんにちは、和骨ですということで、K ボーンさんいらっしゃいませ。おい、吉田の横はウッチやふざけんなということで、まあ、その二人ね結構仲がいいことで有名でございます。ファルカオ、このね私の、ワールドカップには、ファルカオ出てるみたいですよ。グアリーンもいますよ。コムディロさんか、ありがとうございます。これからもよろしくお願いいたします。さてこのゲームを期待していきましょう。勝ったらウルグアイ、負けたらイタリア、イタリアでお願いしますということで、どうなるんでしょうか。さて試合の方はキックオフいたしました。決勝トーナメント、どうやら勝ったらウルグアイ、負けたらイタリアという情報も入ってきております。しっかり守って少ないチャンスを持つという試合展開になると思いますね。やはり、ウルグアイは南米のチームなんでね、できればイタリアと戦いたいと思ってしまうのは私だけなんでしょうか。
新旧ブルー対決なんてね、よく海外では言われたりいたしますね。さてこれはいいパス、あーっと危ない、何をしているんだ。早速シュートを打ってきます。何ですかこの謎の監督が映っているこのカメラ目線は何なんでしょうか。謎です、謎です。しかし危なかった。コースが変わりました。おめでとうさんか、ありがとうございます。さてコーナーキックです。これは大丈夫か、大丈夫なんでしょうか。そうですね、これはコンピューターに任せている形でございません。師匠がですね監督全く見てませんでしたね。なんかピッチの状態を確認してたんでしょうかね。おはーということで、お初ですか。ということで3397番3いらっしゃいます。川島ビッグセーブ連発でございます。どうやらコロンビア戦はそう簡単には、いかないみたいですね。かなり攻め込まれております。全く自陣から出れません。日本代表大丈夫なんでしょうか。アルメーロ、さてこのねトップの選手ファルカオという選手は、まあどうやらね、今回のこれオフサイドですね。ホンダ死ねということで、そんなことは言わない、まあいいんですけどね、自由なので。ということでタエちゃんさんいらっしゃいませ。小手反応残していただきありがとうございます。そうですね、南米系はね日本苦手なんですよ。アフリカ系のチームとはね実は相性がいいと言われております。日本代表ファルカオは世界一のフォワード、そうですね、まあそこにはね、まあ世界一とは分からないけど世界トップレベルのフォワードであることには変わりはない、間違いないですからね。さて日本代表攻めあぐねております。いや師匠どうなんでしょうね、出番あるんでしょうか。グアドラードが出てきた、これはドリブル突破してきた。しかし川島神なんです。カツオ風味の本田ということで、どういうことなんでしょうか、よく分かりません、ネタの方がね。まあしかしですね、川島が素晴らしいセービングをしているのは確かでございます。コーナーキック、コーナーキック、これを跳ね返せ。鍵谷がここまで戻ってきてボールをキープ、田川にボールを出した、左サイド、これは一人で行くしかなかったのか。さすがにコロンビアのね、ボディバランスもなかなかのものでございます。ここでファールがありました。そうだよ、ファールがあってここからリスタート早めなんでしょうか。そうですね、アルメロ、おお危ない、ナイスシュートですね。どうなんでしょうか、川島選手ここからちょっとね、ブラジル対ね、ブラジル対日本ね、昔ありました、オリンピックでねブラジルに勝った試合ありましたよね。まあああいったね感じで川口みたいにですね、コロンビアのシュートを防ぎ続けてほしいと思っております。ここまで防戦一歩、現実的です ね、 ありますよね。本田からの右サイドの、ああこの展開が読まれている、マイアミの奇跡、そうですね、マイアミの奇跡ですね。本当テレビ見てるみたいですよ、それぐらいリアルですからね。そうだよ、長友、さすがに長友のボディバランスにコロンビアの選手も倒れてしまいました。組み立てるのか吉田、あ、こ師匠元気ということでベンチで元気にしておりますよ。ツッチーどの子にさえいらっしゃいます。さて今野、長友、長友へ、前に持ち込みませんね。守備の方がですね、まあそのなんていうんですかね、しっかりくさびに入るパスをですね読んできてるんですよね。そこがすごいですね。川島いいですね、楽しみです、本番でもね。なかなか前にボール、あーとこれは師匠が、師匠みたいなことしたやつが、俺コロンビアにも、あー香川が悲鳴を上げている。大丈夫か香川、香川真司、ララ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 ラ香川真司ということで歌わせていただきました。コロンビアの師匠、いや恐ろしいですね。負傷者は治療中です、大丈夫なんでしょうか。これはもしかしたら師匠の出番が近づいてきた、これはまずいですよ、これはまずいですよ、これは現実とリンクしていると言われているんで、これはちょっと嫌な放送になってしまうかもしれない。本田、今現在日本代表は1人人数が少ない状態でプレーしております。まずいですよ、前半から師匠はまずいですね。
師匠が入ってから点が入ったことはほとんどないんでね、まずいですよ。ですね、クロップ激おこですよ。スペースを狙ってきます。さてこのパスは長すぎた模様。ピッチにボールが出ます。さて誰かが出てくるんではないでしょうか。出てきません。あ、どうやら、香川真司大丈夫だったみたいですね。危なかった危なかった危なかったですよ。ギリギリセーフです。おっとこれはボールが、置いてけぼりということで謎のプレーが出ました。大丈夫でした大丈夫でした。さて本田からこのパスを通すことができるのか。柿谷が中で待っている。あーっとこれは鋭いスライディング。しかしファールの判定はありません。遠藤選手のコーナーキックからチャンスを作れるんでしょうか。ボールはクリア。そしてあーすごいシュート。誰ですか今のは。誰のシュートですか。すごいシュートでしたよ。長谷部ですか。すごいシュートでした。いや長谷部のあの距離からのシュート最近は吹かすこと多いんですけどね。まだいった。長谷部、あーしかしダメですね。長谷部出てますよ今の。いやナイスキーですよ。すげえかったですね。さてあんな打てねえよ。いやそんなことないでしょ。決めたことありますからね長谷部ですね。あの距離からね1回か2回からね試合の方で公式でね。本田圭佑選手が前を向いてボールをキープ。このキープ力がですねやはり日本の武器になる。これは整ってる長谷部。そうですね。これは奪われます。よしよし長谷部整ってますね今日ね。キレキレですね。うん長谷部選手浦和時代から神でしたからね。なんて言ったってブンデスリーガーで優勝したこともある選手ですからね長谷部選手。実は日本代表の、ね、選手実はね結構ね経験がある選手多いんですよね。実はねセリエ A では中田英寿、ドイツでは長谷部と、そしてクリスティアン・サバタ、香川ですよね。いや素晴らしいですね。前半終了を告げるホイッスル。そうだ、日本対コロンビア前半は互角の戦い。ここまでの日本ですけども、やはり、コロンビアの方が押し気味ですかね、うん、いや私もねザキオカ選手好きなんですけどね師匠の出番あるんでしょうかね。うん残念ながらザキオカは今ベンチにいます。今回の長谷部は残念。やっぱし間に合わなかったんですかね。俊介は選ばれてません。残念ながらね。長友カップ戦なら優勝経験あり。そうなんですね。あそして小野伸二も実はね、ウエハーチャンピオンズリーグではなくウエハー、ウエハーカップウエハーカップですかね。そちらの、では優勝したことあるんですよね。今のヨーロピアンリーグですよね確かね。マガトが長谷部を足を揃えたとか言ってるんですかね。まあ実際そうなのかもしれませんけどね。まあでも浦和時代から結構すごい選手ですからね、うん、よしでは行きましょう。ホタルですか、うん、いや自分も結構言ってるじゃん。あ出てまいりました。後半からまさかの師匠。しかも 0-0 の引き分けの状態で師匠が出てまいりました。これはディフェンスに向けた交代じゃないと思われます。行きましょう。アリアス、おしおし、あーとっとっと大丈夫でしょうか。ボールが落ち着きません。これは日本ボールです。終わったって言うんじゃない。よしいいぞ大丈夫ですよ。ここから皆さんこの試合で日本が1位通過2位通過が決まります。頼むよ師匠。 OK 鈴木通った通してくれ師匠。アリアス、あー取れない。いやダメですよそんなことありません。0対0で終わらせません。プレスプレスプレスかけてプレスかけていこうプレスかけていこう。あー師匠が出てきた。師匠がこんにちは。ここで師匠がこんにちは。あーそしてなぜかボールが外に。ということで後方から71位の方いらっしゃいます。今日は、本番さながらの本気プレーで監督やっております。さてここでまさか師匠がですね日本代表をワールドカップ優勝へ導くことができるのか、そちら楽しみでございます。回していきましょう。清武、さあどう攻めるか。師匠鈴木シュート。おお、いいシュートですね。これは師匠仕事した。これは師匠仕事しましたよ結構。これはいい仕事したんじゃないでしょうか。惜しかったですね。
ここからですよ、皆さん。今日は師匠、まさかのノーゴール解禁かもしれませんよ。これは取りません。惜しかったですね。ボールを奪います。行こう。さあ誰に出すのか。通して通して、これはいいパスが通ってほしい。ダメか。さて中盤でボールをキープできません。残念。ちょっとプレスをかけに師匠が戻ってきた。ファールでしょうか。ファールですか。ファールですね。すいませんでした。師匠のアフターファール、アフターチャージによってファール取られてしまいました。そうですね、師匠がもしかしたらまたあの PK 戦をね、再現してくれるかもしれませんよ。さて、えらいことになっている。大丈夫か。川島が弾いた。あれどうした。え、あー、これがファールを取られてしまった。内田のファールでしょうか。アフターチャージ取られちゃいましたね。大丈夫なんでしょうか。この距離は怖いぞ。グアリンもいるぞ。危ない危ない。助かりましたね。危なかった危なかった。コントロール足りない。危なかった危なかった。相当危険でしたね。いやー、あの距離グアリン砲もありますからね。本番ではグアリンが蹴ってきそうな気がします。危ないかったですね、日本代表。いや、内田結構ダーティーですからね。実は内田ダーティーですからね。ということで、コミンド参加ありがとうございます。これからもよろしくお願いいたします。さて、日本代表今のところ0-0。これは本田に対してプレスが行く。あー、残念。カルロス・サンチェスからファルカオ・ガルシア。このままだとコロンビア試合、試合を打たれる。そんな感じ。危ない。キーパー、あーっと、これは何ということでしょうか。一瞬の隙をついて、あー、ワルカオですね。やられてしまいました。ということで3572番さんいらっしゃいませ。いやー、やられました。今のはうまかったですね。ちょっと最後のマークが甘くなってしまいましたよね。やはり逆サイドからですね。あ、これは完全にセンターフォワードがズブズブっと来た感じですか。あ、すごいですね。ファルカオはやはり、まあね、今回のワールドカップ残念ながらファルカオ出ませんので、そこは唯一の安心の点でございますけど、いや本当に心臓に悪いですね。うん、監督和骨お久しぶりですということで、119番さんいらっしゃいませ。お久しぶりでございます。監督帰ってまいりました。どう感じているのでしょうか。まだまだ諦めるには早い段階ですからね。日本代表ここからいけるんでしょうか。貫いてほしいですよね。師匠はここから得点を決めてくれることができるのか。ボールが抜ける。ボールが抜ける。ダメです。繋がりません。先ほどゴールを決めている。まあフォルカオがいないのは相当有利に働くと思うんですけどね。そうですね、今回は柿谷が仕事しませんね。やはりプレスが強いんでしょうかね。師匠、師匠がボール取った。師匠、すごいプレス。日本としては和骨ということで、121番さんもいらっしゃいます。なるほど、ありがとうございます。ただいま日本代表使ってワールドカップを再現しております。素晴らしいパスサッカー。これ大丈夫でしょう。オフィスね、日本ボールです。延長といくありがとうございます。落ち着きませんね、ボールがね。危なかったですね。監督サッカーは苦手じゃありません。というか私は一応あの幼稚園からサッカーの方をしておりました。まあちょっとね、あんまりその割には上手くなかったんですけどね、うん、言いましょう。前線からプレスをかけてますね。やばいやばい、これはあかん。大丈夫か。守備の方大丈夫なんでしょうか。これは危ない気がする。師匠が戻ってきた。危ない。ポストに当たって、キーパー川島の背中に当たって、そのままゴールラインを切りました。え、PK！ なんと PK の判定。これは誰が抗議していますか。誰がファールですか。あー、今野ですか。あ、今野、これ飛び蹴りしちゃった。飛び蹴りしたのが問題だったんでしょうか。頼む川島。止まった。川島止めた。嘘だ、ここで止まるか。普通配信ここで配信ここで配信止めるんじゃない。マジか。止めました。ちょっと見ましょう。しょうがない、いきます。ちょっと見ましょう。まさかこれを見れないとか。皆さんちょっと待ってください。カメラを選択しましょう。戻します。ストップ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 。戻して戻して戻して。ちょっと待って、いきますよ。いや違いますよ。
OK、これでいきます。言いますよ、見ますよ、もう一回リプレイです。はい、いやこれを皆さん見れなかったんですか、リアルタイムで。まあ動画ではね一応アップする予定なんで、そちらで確認してみてください。こうなりました、こうなりました。キーパーにパスしました、キーパーにパスしました、びっくりしました。 OK、 じゃあ行きましょう。こういうことってあるんですね、このゲーム。びっくりしましたよ。よし、じゃあ行きましょう。戻りましょう。不正じゃありません。練習みたいでした。びっくりしました。行きましょう。こっからですよ。いいですよ。プレスかけに行きましょう。プレスかけて。オッケーオッケー。プレスかけて。うわ、かわされちゃった。いや、これもう歪んでますよ。よし、行きましょう。師匠、上がっていこう、師匠。1点取って、師匠、試合を決めましょう。素早いアプローチです。あー、師匠、そっちじゃなかったんだけどな。歪んでないですよ。すいませんでした。まあちょっと、そんとはみんなに見てもらいたかったんですけど、タイミングこれ悪いなぁ。OK、いいよ。いいですよ。時間ない。了解です。あと5分。この時間の間に得点をするためには、師匠をトップとして起用するしかありません。師匠をトップとして起用、競り負けます。 OK、 師匠つないで、師匠つないで、クリスティアン・サパタ、ここは行くしかない。師匠頼む、師匠あと2分。うわ、これは日本負けるわけにはいきません。 OKOK、 取って取って、くそー取れない。終わったとか言うんじゃない、まだ終わってない。残り3分、延長は3分。あとこの3分の間に1点取れば引き分け、せめて引き分けに持ち込みたい。 OK、 行こう。つないでつないで、師匠頼む、師匠キープ。あー、師匠ドリブル取られちゃいました。これは終わったんでしょうか。ということで3712万さんいらっしゃいませ。あ、これつないでつないで、あー終わってしまいました。あー残念です。日本初の敗戦は第3戦のコロンビア戦ということになりました。まあいいんですよ、優勝すればいいんです。皆さんいいですか、2位通過でも優勝すればいいんです。日本悔しい敗戦、遠いゴールあと1点届かずと、右上の方に書いておりますが、まだまだ日本の戦いは続きます。次節決勝トーナメントでございます。コロンビア強いですね、ボールのキープ率、日本を上回っております。シュートの数も多いです。解説は奈良見博さんと、そうですね、もう今からは負けなければいいんです。さて師匠の評価は 6.0 ということで、なかなかの評価でございます。1位は川島ですね。わかりました、ありがとうございます。監督の難易度は、これはですね、難易度これは、スーパースターの方でプレイしておりますよ。皆さん行きましょう、次節楽しみにしておいてください。さて行きましょう、ドン。さて組み合わせの方行きましょう。日本決勝トーナメント1回戦、誰なんでしょうか。師匠スタメンでしょうかね、川島の PK でしょうかね。そうだ、イタリアがウルグアイに負けました。そしてコスタリカがイングランドに勝ちました。驚きです。そしてオーストラリアはさすがにスペインには 4-0 で負けております。チリにオランダが 4-0 で勝ちました。監督さんはゴツですということで、ポンさんいらっしゃいません、そして今日監督は朝のサッカー見たのということで、監督寝ておりました、申し訳ございません。いやー、まさかの展開です。ブラジルは3戦全勝、クロアチアはメキシコに勝ちましたが、どうなったんでしょうか、決勝トーナメントね。エクアドル、あ、フランスに負けましたね。私の好きなガーナはポルトガルに3-0、これはもしかしたらガーナ予選敗退かもしれませんね。アルジェリア、ロシアは引き分け、韓国、ベルギーも引き分けております。まあイランがボスニア・ヘルツェゴビナに3-0、これは予想外。あ、ホンジュラス、1位を取っていたホンジュラスがスイスに4-0です。そしてドイツはアメリカに引き分けということで、ドイツはこれ終わりましたね。ホンジュラス補正はここで終わってしまったみたいですね。得点ランクとかあるんでしょうかね、見れたらいいですね。
まあ、ちょっと見てみましょうか、後でね、見れたらね。そうで、では一応ね、これが、最後の結果です、まずはブラジルとカメルーンがどうやら決勝トーナメントに進出、スペイン、オランダ、結局こうなりました。皆さんね、慌ててましたけどね、スペインとオランダがどうやら決勝トーナメントに進出です。コロンビア、日本、そしてウルグアイとイタリア、直接対決を制したのはウルグアイでした。次です、フランスとホンジュラス、これもまあなきにしもあらずって感じですね。次行ってみましょう、ドン、アルゼンチンとまさかのイラン、ああそうなりましたか、セレスト対決来るんですか。いや、スイスね、実質イタリアやんということで、そうですね、イタリアですね、次節イタリアですよ。イタリアじゃないでしょ、次節ウルグアイじゃないですか、違うんじゃないかな。まあボスニア強いんですけどね、多分そうだと思いますよ。ポルトガルと、あーっと残念ながら私が応援したチームはなぜか負ける、ガーナはですね、どうやら負けてしまいました。ガーナは負けてしまいました。ポルトガルとアメリカですね、まさかのドイツ、ここは意外でしたね、引き分けと負けということで、しかも勝ち点2ですよ、これは意外でした。ドイツが、そうですね、3174番さんもいらっしゃいません、いやそうなんですね、グループ敗退経験ないということで、こちらまさか当たってしまったらですね、この放送は、紙放送だったということに後々言われるんでしょうね。デコバ、それはもう相当昔の話ですけどね。3779番サイレンします。あ、そうなんですか、本当にですか、さて最終的にグループ H の方はロシアとアルジェリア、これはベルギー行けなかったんですか、まさかまさかの展開です。これは意外ですね。韓国はまあ今回はグループリーグ敗退ですね。でもベルギーがまさか、アルジェリアに今日確か、ドイツなんかフルボッコねしてたようでしたけどね、ドイツね、アルジェリアを、これはちょっと意外ですね。あ、アルメリアか、アルジェリアじゃないんだ、あ、違うチームなんですね、なるほど、了解です、ありがとうございます。ちょっとね、監督一服だけさせてもらっていいでしょうかね。いやちょっとね、ちょっとは休憩させてください。いやでも今回のワールドカップはなかなか面白いですね、この組み合わせだったら全然 OK ですね、ダメということで申し訳ございません、済ませてもらいます。ダメ、トーナメント表見せて、トーナメント表、あ、そうか、そこまで行きましょうかね、じゃあね、はい、トーナメントの方が出てまいります。決勝トーナメント、日本1回戦、誰とどこと当たるんでしょうか。ウルグアイだ、ワールドカップ2014ブラジル大会、トーナメント来い、ノックアウトラウンドの開始です。さて、トーナメント表来るんでしょうか。さて、一応情報の方で見てみましょう。大会情報でございます。ドン。違う。あ、これでいいのか。今のでいいのかな。大会情報。スケジュールかな。決勝トーナメント。見てみましょう。こうなりました。そうですね。ドイツはなんだかんだでメンタル強いですからね。ワールドカップブラジル2014決勝トーナメント、こうなりました。左のサイド見てみましょう。ブラジル、オランダ、コロンビア、イタリア、フランス、イラン、勝ってもスペイン、まあ、スペインには日本、オリンピックでは勝ちましたから清武がいますよ、うちのチームにはね、そのスペインに勝った時の、大丈夫です、皆さん安心してください。皆さんこの放送のタイトルもう一度読んでみてください。皆さん、この放送のタイトルをもう一度確認してみましょう。ウイレ2014、青き侍の挑戦。なあみんな、まずは信じることから始めようぜ。ワールドカップ日本優勝、いきましょう。
アメリカロシア、あ、本当ですね、アメリカロシアとかもありえるんですね、これね。そうなんですか、すいませんでした。オハコンということで、3826番さんもいらっしゃいません。そうですね、冷戦対決ですよ。ポルトガルとアルジェリア、フランスとイラン、コロンビアとイタリア、やっぱ面白いのはここですかね。やっぱ注目の試合は冷戦だなということで、3831番さんいらっしゃいません、和骨ですということで、3832番さんもいらっしゃいません。今日も遅刻した、すいませんでした、申し訳ございません。これですね、やっぱ注目の試合、皆さんの注目の試合はどれなんですか。ちょっと皆さん聞きましょう。皆さんは注目の試合どれでしょうか。皆さんの注目の試合はどの組み合わせなんでしょうかね。では、まあ、基本はブラジル、オランダとなりますが、クロートのね、クロートの皆さんはどの試合に注目なんでしょうか。ベーロ、監督はこっちノリノリですかということで、白壁さんいらっしゃいませ。イタリア、コロンビア、なるほど、意外と皆さんバラバラですね。なブラジル、オランダ基本でしょう、フランス、イランの核戦争、ウルグアイと日本、そうですね、そこも注目ですね。まあね、日本代表残念ながら南米のチームを苦手としております。まあ残念ながらね、前回大会のワールドカップ、ね、南アフリカ大会ではパラグアイに負けてしまいましたからね、スペインとカメルーンも面白そう、そうなんでしょうかね。まあ速攻対決、いやどうなんでしょうね、やっぱスペインの方が、少し有利ですね。そうですね、アメリカ、ロシアはやばいですよ、皆さんね。そうなんです、そうですね、ウルグアイに 4-2 で負けてましたね。そういえばチャレンジカップでやってましたね。ということでテールさん、ご提案を残していただきありがとうございます、コミュニティの参加ありがとうございます。わかりました、そろそろ行きましょう。では皆さん、アメリカ、ロシアの試合も注目していきましょう。さて本番です。こっからが負けられない戦いがここにある。ホルラン VS 柿谷ですよ。セレッソ対決でございます。得点ランクとか見れるんでしょうかね。大会情報の方では得点ランクとかで見れるんですか。ゴールランキング見てみましょう。ゴールランキング、どうやらウルグアイのカバーニが1位ランクインしております。カバーニの方は確か試合の方出れるんですよね、ちゃんとね、ゴール数4ですね。カバーニはナポリの選手でしたっけ、間違えましたっけ、合ってますか。ということでコミュニティ参加ありがとうございます。柿谷もランクインですよ。日本頑張れですよ、おめでとうございます、頑張りましょう。ということで167番さんいらっしゃいませ。あ、今 PSG に移籍しちゃったんだ、そうか。カバーニもともとはナポリの選手でしたね、違いましたっけ。あ、そうなんですね、今パリサンジェルマンということで。3882番さんいらっしゃいませ。ファンデルファールト出ません、そうですね、その通り、監督の放送人気やねということで、本日は立ち見で見ておりますということでありがとうございます、まだまだね人気の方は、そこまでありませんが、しかしありがとうございます皆さんね、頑張っていきますよ。立ち見席でもコメントして楽しい放送になれるよう頑張っていきます。リベリー出れないなということで、そうですね、そうなんですよね、リベリー出れないんですよね。まあやっぱし、こう見るとですね、やはり有名な選手、今大会でね活躍を期待されてた選手が、出れないということですね、ロヒャレン、イラン、あ、シャルゲ、ハルガ、すごいですね、確かに、クリスチャン・ロナウドはどうやら得点ランキングの方ではどうやら柿谷と同じく、8位の方にランクインしております。まあでも思ってた以上、いやパトですか、パトですか、ブラジルはパトなんですか、パト出れるんですか、ちょっと待ってください、そもそもパトっているんですか、ブラジル代表選ばれてるんでしょうか、控えにはいるんですか。本田三角形ということで、3892番さんいらっしゃいませ。クリノは確認しましたよ、パトは出れませんよね、いないですよね、残念。これら辺はちょっとね、もう少しアップデートで早めに対応してほしかったところ、選ばれてませんよねということで、出れないよということで、3900番さんもいらっしゃいます、ありがとうございます、監督三角形ではないということで申し訳ございませんでした、勘違いしてました。清武もランキングの方しております。アザールもいますね、パートいませんね、ファルカオ先輩いないのは助かる、日本一番得点王は、そうですね、確かに
日本の一番得点王柿谷選手を3得点でございました。そうですね、今からですよ、一応アシストランキングの方も少しだけ見ておきましょう。皆さん、本田さん、かっけー、来ました、やりました、まさかの1位です。アシストランキング本田さん、かっけー、いいですね。ここら辺に出てくる選手は基本的には、ワールドカップ出れる選手多いみたいですね、本田も出れますし内田も出れますしね、他の選手で、結構あそうですね、結構出れる選手ばかりですね、ここら辺は合ってるような気がしますね。そうですかね、言いましょう、オランダに夢見しとけよとか、すいませんでした、申し訳ございません。では試合の方に進んでいきましょう。柳さんは師匠ではありません、あれは QBK です。いきましょう、ウルグアイ対ウルグアイ対日本、これはまさかのイエローカラーできましたよ皆さん。このイエローカラーは実はドルトムントの香川を意識してるんじゃないかという意見もあります。師匠はイエロー1枚もらってますね、行きましょう皆さんね、ドルトムントですよ、行きましょう、キックオフです。ドルトムント香川、今日はね名前の方アンカーしませんよ、申し訳ございません。ドルトムント香川、そうですね、あ結構気に入ってる方もいらっしゃるんですね、結構ボロガス言われたりはしてるんですけどね。いやそんなことありませんよ、この試合勝ちましょう、ウルグアイに勝ってスペインに勝ってベスト4進出です。そうですね、マンユ香川とドルトムント香川は別人でございます。ゴベティノさんか、ありがとうございます。日本を応援しましょう、優勝させましょう、皆さんの力で、そうですね、 5-0 でウルグアイに勝つぞ、それぐらいの気合の入りようでいきましょう。そうですね、カーツですよ、行きましょう。日本ついに到達いたしました決勝トーナメント、ここからは負けた瞬間にノックアウト、ノックアウトトーナメント開始でございます。ウルグアイ対日本、まずは日本一つ目の関門でありました予選敗退というところはなくなりました。決勝トーナメントベスト8をかけての運命の一戦です。翔くんいい声ですね、ということで3935番さんいらっしゃいませ。世界の強豪相手に結果が欲しい我らが日本代表、これからの道のり勝ち点の争いではありません、生きるか死ぬかです。さあウルグアイですよ、ウルグアイ、パラグアイじゃありません。トーナメントその初戦です。さてこれは相当観客入ってますね。さざれ石の岩音なりて、ボケの薄だということで、日本ここからは負けられない戦いが始まります。今日も師匠だけを操作しておりますよ、ありがとうございます。さてウルグアイ国家の方も流れます。ウルグアイはですね、前回大会でですねガーナに対して最後ねスアレスがハンドでねゴールを阻止し、そしてギャンのね PK をですね、ギャンが PK 外しちゃうんですよね、そういったこともありました。懐かしいですね、皆さん知ってる方も多いと思います。私全部が操作してるわけではありません、これ歌えません知りませんからね、バカにしたことになっちゃうんで、こういうね国家とかでは遊びません。いきましょう、ウルグアイのメンバーでございます。そんなことありましたよ、あっこからねここまでスアレスがね大フィーバーするとは思いませんでした。日本中の思いを背負った11人の選手たち、やはりスアレスは危険ですね。まさに一致団結の赤い輪が現れています。そうだ、こちらの黄色いユニフォームでも赤いラインがですね背中の方に刻まれているようでございます。ホルナーベンチみたいですね。ついに我らが日本代表インターナショナルカップ決勝トーナメントまで上り詰めてきました。いよいよです、この試合を含め4試合連続で勝利すると栄光の頂へ。
しかしここまでもしっかりと勝ち抜いてきた日本だから今この場所にいるわけです。いいですね、素晴らしい解説の方入っております。いやここまで非常によく戦えてるんじゃないでしょうかね。高萩というのはサンフレッチェ広島の選手です。なぜか選ばれました、申し訳ございません。私がねああいうの選べないんでね。こちらのコナミが選んだザックジャパンの、選考でございます。さてボールの方、確実につないでいきたいところでございます。まあ、日本代表こういった決勝トーナメントの舞台に入るとですね、急に、縮こまったようなプレーをしてしまうというのが今までの日本代表でした。この試合はどうなんでしょうか。ロングボールを入れて、あーさすがに、おっとここはボールを拾いました。エンド、やはりですね遠藤選手がですね、なんていうんですかね、ボールをキープしながら、ね、まあ、なんですかね、攻撃のリズムを変えるなんていうこともできちゃったりしますからね。そうです、ここは勝たねばならない日本代表です、うん。まあ、もう一つ言っておくとですね、まあ、最近の試合での特徴としてボランチのポジションに入っている遠藤または山口蛍がですね、トップまで上がってくるというのが最近の日本代表の流れなんですね。それのおかげによって結構攻撃の方は充実してきていると思われますが、スアレスのシュート、これは危険だ、危なかった危なかった、大丈夫なんでしょう。おっとこのシュートは QBK 宇宙開発です。どっかに飛んでいきました。シュートコースができたら危なかった危なかった危なかったですね、本当にね、危険でした。さて引き続き試合の方を見ていきましょう。そして絶対に負けられない戦いがここにあるですよ。日本代表ここで負けてほしくありません。長谷部ボールをつないで秋田に一旦左に開きます。長友、インテル長友、これ逆サイドへの展開が見たいところ。内田は上がってきていない。内田からゆっくりと上がってきた。しかし京竹は中に、本田がフリーだ、本田シュート、あー残念、これは惜しかった、これは惜しかった、まさかの本田がこの位置でフリー、ありえない、いやびっくりいたしました。こんなことあるんでしょうか。あー決めてほしいところ、遠藤からのコーナーキック、垣谷が待っている、長谷部がここからシュート、うん、ふわりとしたシュートになってしまいました。これはワンチャンあるかもしれませんね。先ほどの、コロンビア戦に比べるとある程度日本攻め込めれてるような気がいたします。どうなんでしょうか。いやそうですね、今回はちょっとふわっとしたシュートになっちゃいましたけど、でも大丈夫です、ハスはきっと仕事をしてくれるはず。さてここでマヤがボールを取りました。いや日本のミドルなぜか入る気はしないと言われておりますが、でもこの前決めてましたからね、意外とね、うん。さて本田、長谷部、遠藤、なんかね、本田選手なんか少しね、最近はプレースタイルの方が日本代表の中では変わってきたんじゃないかと言われております。今まではね、独自のドリブルなどで、切り開いていくような、感じの、プレーもありましたが、パスをねしっかり回すような形で、チームに貢献し始めていると言われております。さて滝谷から、これは裏へ抜け出したのは本田、フリーだ、ガーガーガー行く、個人技でシュート、あーいいですね、これは意外と攻めれている。ワンチャンって何ということで、ワンチャンスのことでございます。チャンスあるでってことです。ということで3977番さえいらっしゃいません、惜しいですね。香川の個人技、こういったプレーが見れたらこれはねノリノリ香川ですよ。さてボールがこぼれて、これはクリア、落ち着いております。ごめんどうさんか、ありがとうございます、これからもよろしくお願いいたします。そうで長友、あーそこに倒されてしまいました、ファールですね。監督は誰操作、私はまだ操作しておりません。ピッチ外にいるベンチに座っております鈴木師匠を操作いたします。あーとこのパスは、あーこれは逆サイドにいる、あー惜しい、これは惜しいですね。実況中です、ただの実況中です、私はね。さてスアレスがボールをキープ、この男は危険だ、フリーにしてはいけない。遠藤がここまで戻ってきての守備、あっとなんか飛ばされたような気がしたが大丈夫なんでしょうか。清武選手、香川選手がボールを本気で見ておりますよ、しょうがありません、監督は本気で見ております。さて実況の方も熱が入ってまいりました、これが本当のゲームの実況だ、行きましょう。さて長友がここでボールをカットした、もう一度カット、そして落ち着いて、ディフェンスラインにボールを預けます。組み立てていきましょう、ゆっくりゆっくり、内田上がってこい、内田上がってこい、ダメなんでしょうか。内田に厳しいと言われる松木さんもね、この放送多分こちら実際の試合の方はね実況すると思いますよ、うん。
うちで上がってこい、うちで上がってこいってね、何回も言うんですよ、松木さんがね。まあ、ニコニコ動画の方でね、サッカーの動画を見てる方はよく知ってると思います。前線へのボール、投げたら BGM 来るんでしょうかね。アクエリアス打ちだということで、試合も中盤に差し掛かっていますが、未だ両チームにゴールはありません。さて、これはね、今のところ実際にありえそうですよ。ワールドカップは6月の15日から、もうあと1週間ですよ。楽しみですね。ブラジルのね、開幕戦は、もっと早くあるんですよね。やかましいわということで申し訳ございません。これだけはやめられません。いきましょう。ペレイラがボールをキープ。さて、ロドリゲスにボールが回った。シュート、あーっと、日本まさかの一瞬の隙を抜いて、まさかのクリスチャン・ロドリゲスが、あーっと、これは大丈夫か、日本代表大丈夫なんでしょうか。ここまで全くチャンスを作れていなかったウルグアイが一発のミドルキシュートで、展開ですね。こちら、試合が動きました。一発ですよ。あーということで、4009番さんいらっしゃいませ。マジですか、これですか。なんかコンフェデの時のブラジルのね、ネイマールのシュートを思い出しましたね。ちょっとね、恐ろしいトーキック的な感じでしょうかね。リアルですね。4019番さんいらっしゃいませ。しかしここからですよ、負けられない戦いがここにある。日本代表、信じましょう皆さん。これだけゲームを支配してますからね。そうですね、ゲームを支配していたのは日本だったはず。落ち着いてもう一度穴を探すべきですよね。頼むぞ、内田、清武、本田。これはね、ミスじゃないような気がする。さて、柿谷がボールをキープ、中央でボールキープ。あーっと、ここで、左サイドの香川選手にボールがつながりません。という形、そうですね、嫌な失点の仕方。しかし優勝ですよ、本田も言ってました。ロディン、出るからには優勝を目指す。遠藤選手もそういった CM に出ておりました。さて、吉田、コンフェじゃなくて親善試合じゃなかったっけ。そうだしたっけ、コンフェじゃなかったっけ。あ、コンフェじゃないですね、親善試合だったっけな。あれ違ったな、忘れちゃいました。そうですか。さて、前線へ出す、後編だったはずですよね、多分ね。すみませんね、間違ったね。先ほどゴールを決めている。師匠は参加賞でいいって言ってた、そんなわけないだろ。それでこのボールがつながるとまずい。ロドリゲスが、あーっと、危なかった。内田、清武、長谷部、ここら辺スムーズにボールが回っておりますが、前半戦はここで終了。いや、時間が経つのが早いですね。もう終わりですか。さて、どうやらシュートの数、どうやら同じ数ですね。ホンダビッグマウスやめたのということで、やめてないでしょう。あのままのホンダでいてほしい。言いましょう、日本苦しい展開、逆転で発祥入りなるんでしょうか。行きましょう、追う形を強いられている日本代表。後半行きます。さて、鈴木師匠出てくるんでしょうか。師匠出てきました。柿谷ワントップ、師匠ワントップ、師匠ワントップあります。師匠ワントップとなりました。頼むぞ師匠、このまま突進するのか。師匠インサイド上がっていく。師匠、師匠いいパスですね。ああ、内田がパスを出しましたが、試合終わったなって言うんじゃない、マジがっかりだとか言うんじゃない。師匠ワントップですからね、奇跡を信じましょう。吉田、前に繋いでいきます。ショーバズは、あー、これが通らない。クリスティアン・ロドリゲス、終わってませんよ。ファールです。終わってませんよ。カード出るかもしれませんよ。行きましょう。あ、これは長谷部選手にイエローカードが出ました。焦ってるんでしょうか。大丈夫です大丈夫です、ここからですよ。先般師匠ザックということで、4069番さんいらっしゃいません。大丈夫ですよ、信じましょう。ここまでね、ノーゴールだった男に信じてもいいんですよ。清武、行きましょう。師匠何をしてる。ルガーノ、ダメですよダメですよ、ここで負けるわけにはいきません。ルイス・スワレスからカバーニ、ストロー奪おう。師匠ちゃんと信じてもいいんですよ、いいんです。オッケーオッケー、頼むぞ頼むぞ。
ボール奪って。ここの姉はどういう対応でしたね。いいぞ、いい展開。香川がフリー。シオトップに。頼むぞ頼むぞ。長友へ。ここは中で待とう。ダメか。ここでボール奪おう。頼む。ガチでやろうガチでやろう。ガチでやりますよ。奪い取って。頼む。ここから逆転するためにはそろそろ点を取らないといけない。頼むぞ。師匠前に行こう。師匠前で待とう。頼むよ。繋いで繋いで。トップの選手なんでね。いいですよ。そこでキープしてキープして。回して回して。ワンチャンスにかける。マジか、ここでボール奪われるな。くさみの動き、了解。激しくプレスに行ってますよね。激しくプレスに行ってます。師匠が倒れたように見えたが大丈夫か。あー、ファール捉えましたね。いや、これ頑張りましょう。ちょっと遠藤選手がこれがファールを捉えてしまったんでしょうか。頑張ろう頑張ろう。距離ありますよね。師匠はトップ。オッケー、ナイスキャッチ、チャンス。ああ、焦った焦った焦った。大丈夫か。大丈夫ですか。内田。いや、その、アメリカ・ロシア戦の結果次第では核爆弾投入とかいうそういう笑えない話はやめてください。今野、さあ前線へ。どのような攻めを見せるのでしょうか。通して通して。オッケーオッケーオッケー。師匠上がれということで、これはイエローが出るんじゃないですか。よし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 。カードが出ます。師匠ナイスだ。ファールをもらいました師匠。これはもう完全に膝いってますねこれね。あ、了解です。はい。戻ってきましたよ。不正じゃないよ。戻ってまいりました。大丈夫でしょうか。押し上げを待ちます。頼む、ここで奪ってくれ。ボールを奪えるか。オッケー。奪ってくれ。戻ってきましたよ。大丈夫でしょうか。オッケー。行こう行こう。ディフェンスですね。不正じゃないよ。不正じゃないよ。つなぐことはできませんでした。頼む頼む。ゴールしてません。まずい、70分になってきた。そろそろ点を取らないとまずい。やばい。師匠頼む。あがん、これで1点取られたら終わる。ここで1点取られたら終わる。うわ、そこパス通してよ、ちゃんと綺麗に。はあ、マジか。うん、いいですね。そうですね、師匠前で待ちます。師匠行きます。師匠走って本気で。鈴木、師匠頼む。前に、師匠前に。どういった攻めを見せるのか。前に前に前に。師匠。ああ、清武。清武。ごめんなさい、ありがとうございます。サインが出ているのでしょうか。ちょっと合いませんでしたね。清武。今のチャンス逃したの悔しいでしょうね。清武。清武。清武ありそうでやだなあれ。勝つしかない勝つしかない。うまいな敵が。いいタックですね。頼むぞ、繋いで繋いで。香川キープできるか。頼む香川、そこで繋いで。ボンダ、よし、内田へ。来い来い来い。プレスが厳しいですね。師匠が反撃。師匠、師匠、師匠にボールが、なぜかいいからパスが来た。惜しい、いいぞいいぞ。師匠回そう。頼むぞ、本田。チャンスになった、本田。うわー、マジか。あ、15分。ここで奪ってくれ。残り10分。これは本当に負けられない。奪います。奪いました。押し行くぞ。師匠頼む。もう時間ないですね。もう時間ないよ。前に師匠いるよ。頼むよ。あ、師匠にパスが通らない。よしよし、いいぞ。ラストか、ラストか、ラストワンプレー。もうつなげれば。ラストワンプレー来る。まだあるよ、まだあるよ。オッケー。しょー。時間がない。ノーマルノーマル。あー。しかしここでホイッスル。今大会にピリオドが打たれます。1対0。無情にも1回戦敗退となりました。
力の差をここでいうよりは、まあ、よくやったっていうことがね大事じゃないでしょうかね。本当に日本にとって大きなことですし、大会入ってよくここまでねチームとして伸びてきましたね。うわマジか。普段の試合ではね味わえない体験をね、そしてまた経験をしたっていうことは本当に選手サポーターも含めてあったと思いますしね、これを生かしていかなければいけないですね。夢を見せてくれた日本、サムライブルーを大いに称えようではありませんか。マジか。よくやった日本、勇敢に戦った日本、全てを出し切った日本、勇者を称えるとき、嘘支配率圧倒的に勝ってるんですけどね。そろそろ放送時間も少なくなってきました。この試合は七海博さん、北沢剛さんと共にお送りいたしました。七海さん、北沢さん、今日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。インターナショナルカップ決勝トーナメント初戦、日本が結局前半の失点を取り戻せず敗れています。ということで、木林さんいらっしゃいません。ちょっと監督は、いや結果は全てと言われましてもね、負けらん、ナイスラン、チャビ、アンチプットボール、誰だよ予想的中した人、わらわら、くそー、リアルだわ、結果が全てだから。マジか。すべてを戦い終えた監督嫁、お讃えよう。向こうより点高いな。スペインブスに聞こみたかった。師匠なぜ、わら、最高評価の師匠は多分レアルに移籍します。謎のモム、古軍奮闘の師匠、7.0、ウルグアイから見て。ポカーン、師匠とかやってるからこうなるんやで。ドローアクションとか覚えたら今日の枠は終わった。ふう、監督激おこ、一人だけ頑張っても勝てないんよね。30、柳沢でリトライ、7.0、とにかく走った。オランダー、ビラジル、わら、ブラジルをわたわた、うわ、一回戦敗退、監督これ大丈夫、ブラジルやばい。まあでもブラジルと同じでしょ。ブラジルも16突破できず、ブラジルと一緒だわ、ブラジルと一緒だわ。セーブしてたっけ。ブラジルと一緒ですよ皆さん。ブラジルへ、わらわら、ブラジルが師匠とか有名ディフェンス、オッケーオッケー、ブラジルと一緒一緒、開催国と一緒なんでね大丈夫ですよ。コロンビア地味に負け取るし、まさかのブラジル、これは犯罪不可避。延長で2-0なアメリカさん、ブラジル紛争始まりそう。わらわら、ロシアはブラジルに核落とします。ブラジル大暴動待ったなし。ブラジル世紀末、わかりました。セーブは甘え、わかりました皆さん。その慰めはいらねえ、暴動確定、しょうがないな。まあ、優勝国を見ましょう。じゃあね、和骨ということで、かなでさんいらっしゃいませ。ありがとうございます。やってたのか、情報、怖いの怖いの、優勝どこか気になるね。やってますよ、すいません。ということで、いらっしゃいませ。怖いの怖いの、優勝どこか気になる。そうっすね、大会情報で見れるんでしょうか。これ見れるのかな、決勝トーナメント。さて、ブラジル使って、あ、アルゼンチン、わらわら、スペイン、マジか、アルゼンチンでした。お、決勝の組み合わせはポルトガル対アルゼンチン、あ、これクリロナ対メッシってこと。ふざけとるなこの。いやウィーレ大丈夫か。メッシクリロナ対決、わらわら、ポルトガルアルゼンチンか、ロナウドなくてシーロナブスメッシ、結局そういうことなんですか。コナミさん、スペイン早々、ちょっとアルゼンチンはあるぜ。バロンドールを競ったか、結局そういうことなんでしょうか。どうやらアルゼンチンが優勝。そうですよ、4-4で PK ですよ。3位はオランダ。いやーそうですね、いやこうなっちゃいましたか。いやウルグアイ強かったんですけどね、うん、スペインにも一応勝ちましたしね。多分プク外したのはコマノとかいう選手。そういうこと言わない、うん、ガーナはね予選で敗退しちゃいました。監督が応援したチームは基本予選で敗退ですよ。じゃあちょっと見てみましょうか。あとねワールドカップゴールランキング、あーゴールランキング、あアシストランキングは3位に入ってますね。で次はゴールランキング、メッシ、クリロナ、なんだこれは。なんですかこれは、おかしい。7点取ってますけど、どういうことなんでしょうか。
わらわら、わらわら、なんだこれは。これもう補正入りまくりでしょ。なんですかこれは。師匠は0点ですよ。もう2人だけでいいじゃないか。ひどいな。これでメッシが歴代最高の称号を確立か。これは補正。メッシ復活、ね、わらわら。今本家師匠アシストランキング2位だね。不正。メッシ一応あれなんですよね、メッシ出れないんですよね確か。え、違いましたっけ。メッシ怪我かなんかで出れないんじゃなかったっけ。違ったっけ。違いましたっけ。メッシうま。いやメッシ復活しましたけどね、うん、メッシは出れないって話だったのかな。どうだったっけ。メッシ出ると思うよ。クリーロラーが出れない、メッシは出る、リベリも出れない。なるほどね。結構有名な選手が出れないみたいですね。それはシーロナが怪我で出れないかもってだけ。あ、そういうことか。あと、ファンデル、ファンデル、ファンベルシー、ファンベルシーか、ファンベルシーも出れないんだよね確か。確かそんな話を聞きましたけど、オランダですよね、ファンベルシー、ファンベールスになってますけどね。こちらも出れないということで。あと日本のって話でしたね。なんかシーロナ欠場は決まってないよ。監督にわかなの？マジかよ。ファンデルファールとファルカオ出るの？無理してなっていいの？ファンベルシーじゃなかった？違った？ファンデルファールとの？ファンデルファールとの？なんか今日見てたらなんか言ってる方いらっしゃいましたけどね。嘘かもしれません。すいません。あ、ファンデルファールトの方、ファンデルファールトの方ですね。すいませんでした、申し訳ございません。ファンデルファールトの方が出ない。なるほどね。ロイスもモントリーブを持てば、うん、イエニスタは出る。ロイスとモントリーブも怪我。イニエスタは大丈夫。リベリも怪我。そうなんですよね、結構出れない選手多いんですよね。リベリも怪我ということで残念ですよね、うん。